花園山は茨城県にある山、標高798メートル。一帯には花園湿原、花園川、花園渓谷などの継承地や花園神社といった史跡があり、花園花抜き県立自然公園の中心を成している。山中には茨城県指定の天然記念物3県、県指定の名称が1県あり、花園山と常連寺として、 茨城百景にもなっている。また、特徴的な変成岩は、地学研究分野でよく知られている。一帯は、阿武熊高地の南部にあたり、特に他の地域と区別して、多賀山地と呼ばれることもある。花園山と西隣の映像室あたりは、標高800メートルから900メートル程度の起伏が、少ない、なだらかな波状の地形になっていて、多賀山地の典型的な様相を示している。 花園山の山頂は、一帯が隆起した後河川の侵食を受けた際に、残った侵食残宮である。地質的には、緑色変岩、雲母変岩、変魔岩、石英変岩などからなる古い岩石が広範囲に見られる。これらは、茨城県内では、年代的に最古の時代に属する岩石で、周囲の地名から、五聖書変成岩、竹の木変成岩、あるいは、 五聖書、竹抜き編成類と呼ばれている。この岩石は、桂線石、紅れな中石タイプの低圧型編成小系列の典型例として、世界的な知名度がある。部分的には、大理石の層があり、小さな小乳道も見られる。登録や南録は、花園川やその支流による侵食を受けて、険しい崖になっており、花園渓谷や猿が白渓谷と呼ばれている。 アズマ投げクナゲロ花園山は、茨城県の中では最も涼しい地域である。そこに、山岳、渓流、湿原、人工的な植林や牧場などの多様な環境が複雑に入り組んでおり、多様な生物観が見られる。一体は温暖な落葉紅葉樹林であるが、大部分は杉と日の木からなる植林にとって変わられている。その中に、部分的にもみ、 白樺が見られ、ブナ、水ナらが曲層をなす、原生林も見られる。また、花園湿原などの大きな湿原のほか、小規模な湿原も散在する。断崖に滝が架かかる七つ滝や猿が城に群生する、あずまシャクナゲは、茨城県の天然記念物、花園山シャクナゲ群落として、指定を受けている。このほか特徴的な植物としては、以下のようなものが挙げられる。 春先には、水たまりで黒酸症が散乱する。その他、高山性、産地性の動物が生息し、オゼイトトンボ、ルリボシアンマやトンボの羽に寄生するトンボダニカ、鳥類では、雑木林に住む薄色を流しじみや藍の緑しじみと、いったしじみ鳥か、雑木林にアリ塚を作る、エゾ赤山アリ、水星のトワダカワゲラやヤマメなどが代表的である。 このほか特徴的な動物としては、以下のようなものが挙げられる。花園山の南西の麓の谷底に、花園神社がある。社殿で、延暦14年に、坂の上の田村麻呂による創建とされる古社で、花園川流域住家村の創者として崇められてきた。県の天然記念物、花園山尺投げ群落はこの境内にあり、この群落が、花園の地名の由来だとされている。 他にも、神社の境内にある樹木が、花園の大杉12月13日指定。花園の高山木12月13日指定。として、茨城県の天然記念物に指定されている。神社から渓谷沿いに分け入ると、奥の院がある。その途中に、七つ滝と呼ばれる七段の滝があり、茨城県の名称指定を受けている12月18日指定。他、 茨城百景にも選ばれている。この滝の滝壺は、大北川の河口の磯につながっているとされており、神社では7年に一度、その磯で神事を行う。ご神体はアワビであるとされていて、神社のうじはアワビを食してはいけないとされている。花園という地名は、古い時代から資料に見える。特に、平安時代末期の源平騒乱の時期には、 源の頼朝と敵対した佐竹秀吉が金社長の戦いで敗れた後花園山にこもったと伝えられ、あず鏡にも登場する。佐竹秀吉は花園山の洞窟を拠点にして頼朝に抗ったと言い,い、猿から食べ物を与えられたことから猿が城との呼び名がついたという。ただし実際には花園山一帯で日本猿は確認されていない。 佐竹秀吉は後に山を降りて、頼朝に降り、許されて、進化となった。ありがとうございます。